30になって、周りの例えば同級生がいる、サラリーマンもいれば、企業家もいれば、まあ、いろいろいるんですけど、2つ分かれるんです。1つ目が自分に自信を持ってるやつ、もう1つが自分に自信がないやつ。今大学生なんで、みんな周り同級生いてて、多分3なんですよ。みんな同じ大学生なんですよ。これが社会で10年すると全然違います。1個はなんかやっぱスキルっていうのがあるんですよ。これもぶっちゃけて、ちょっと大学生のイメージ変わってますけど、社会人同じぐらいと私30代ってまして、スキルある社会人は少ないです。で、あなたに思って何ができますかって言うと、分かんないと。ただ会社に来て言われた仕事をやられてやってるだけです。だから自信ないです。自分で生きる自信もないし、転職できる自信もない。結論、私のプログラミングスクールの営業マンなんで、まあ、その話させていただくと、プログラミングってスキルなんですね。はい、で、かつ、積み上がっていくスキルなんです。はい、私、営業マンやったんですよ、はい。営業って積み上がっていかないんですよ。どうしてもこう、センスとか、はい、運とか、環境とか、境遇とかっていうところで結構、障害出ちゃうんですよ。プログラミングって、一個一個階段を登っていくようにして、スキルを積み上げることができるんです。なんで、俺はプログラミングができるっていう、このスキルをやればいいことができるんです。で、それがさっき言った10年後、社会人人生の自分に自信があって、お金ばかり稼いで、どこにもできるっていう、ここの要素には絶対なく、はい、なぜなら自分がスキルがある。今何もされてないっていうところであれば、まあ、これなんで必ず必要になってくるスキルがあるんで、そういう変えないからやっていくと、まあ、学生と比べるとちょっと差がつけるな。ところが、大学3年生なんで、はい、個人が多分違うので、はい、であなたも自分は他の人と違うようになって、はい、で、かつ、必ず過去たスキルっていうのが入っていないので、あとは自分です。自分でフリーランス活動し、そういう意味になっていないかなというところで、お待たせいただきます。